境内の紅葉多宝刀におもん。慈恵大志座像神福寺は、愛知県岡崎市神福寺町薬師山にある、天台宗の寺院。三号は、霊州山。詳しくは、霊州山高建院神福寺と称する、通称、三河薬師。本尊は、水大薬師と通称する、薬師如来。畜前料理で知られる、岡崎観光きらり百選に選定されている。 伝承では、聖徳太子建立十六か寺の一とされ、水古天皇二年、物ノノベ部リアのこの物ノ部ノ神福が元首となって、建立したという。また、聖徳太子伝古今目六章でも、物ノ部ノ神福が父、物ノノベ部リアのために、神福寺を建立したとされる。聖徳太子建立のことは伝承の域を出ないが、当時には、奈良時代に遡る祖像の頭部が伝来しており、 創建は、かなり古く、新福寺東谷遺跡の寺院跡は、三河最古の古代寺院跡とされる。かつては、物延ノ寺寺とされる、北の廃寺が移転してきたものと考えられていたが、発掘調査により現在では否定されている。新福寺東谷遺跡からは、建物跡や、飛鳥時代後期の北の廃寺系瓦、瓦等、末期、陶期、釘などが見つかっている。 二平元年に全山消失した。現存する二王門などは、明王三年に復興したものである。愛知県岡崎市新福寺町役師さん六。ありがとうございます。